明日上がる株、週明け7月25日月曜日に向けた株式情報についてお話しいたします。まずは概況、そして引け後の好材料、その他の引け後の好材料と昨日の IR の結果、そしてストップ高ストップ安、デイトレスキャルピングの人気銘柄、新規上場スケジュール、そして最後に決算スケジュールの1週間分と狙い目についてお話しいたします。まずは概況です。ダウ日経ともに一時マイナスに突っ込むも小幅なプラスで引きました。ダウの方がですね、ギャップダウンでよって大きな陽線ですね、プラス 0.51 になっております。日経の方もギャップダウンのスタートだったんですけれども、その後、右肩上がりに上がって結果として 0.4% の上げになっております。2万8000円が目前の状態ですね。1ドルは、137.65円、午後2時時点での、東証プライムですけれども、値上がりが1175銘柄、値下がりが573銘柄、変わらずが89銘柄でしたので、昨日同様3分の2を銘柄が上がった状態です。こちらが、1週間分の、経済スケジュールになっております。注目されるところは月末ですね、27日 FOMC の、政策金利、この話が注目されるところです。次に、CoreIR についてお話しいたしますが、まあ、連日お話ししている通り、よりの成り行きが、ここは非常にリスクが高い状況ですので、ご注意ください。まずは1銘柄目です。レーサム。引き後に自社株、800万株を焼却するという話が発表されました。レーサム自体はオフィスとかマンション、まあ、こういった収益不動産を富裕層向けに販売する事業を行っている会社です。800万株は、発行済み株式数の約 21.57% ですので、消化却後の発行済み株式数はこれが引かれた、2908万株になる、まあ、こういった発表がなされております。本日の株価は1190円、出来高は13万株、この13万株の、まあ、約3倍の、46万株の信用買いがある状態です。信用買いは前週から比べると減っていますね。1年の株価の動きは1月20日に686円の最安値ですので、結構低い位置ですね、このあたり。そして7月20日の1205円、こちらが、年初来の最高値となっております。チャート的には1回吹いて天井で跳ね返されて、もう1回天井で再トライした、まあ、こういったことで、1200円が抵抗線になっているような形です。PR は 4.54 倍ですので、まあ、割安圏になっております。まあ、今回の話ですけど 21.57 倍、まあ、非常に規模が大きい自社株焼却ですので、高値更新が期待できるのではないか。一方ですね、まあ、先ほども申し上げた通り、信用買いの改ざんが多いですから、この点は注意が必要かと思われます。もう一つはですね、サーティワンのアイスクリームです。本日引き後に上期の形状が 2.1 倍で増益になった。4月から6月についても 2.1 倍の増益である。まあ、こういった発表がなされました。まあ、内容的にはですね、そうですね、2.1 倍の 11.5 億に急拡大し、通期計画の 12.4 億円に対して進捗率 92.9%、まあ、ほとんど達しちゃったっていうところですね。まあ、さらには、前年同期と比べても 39.6% 上回っている、まあ、こういった話が発表されております。ですね、まあ、気になるところは一つあるんですけれども、まあ、本日の株価は4070円、出来高は3400株、非常に板の薄い板です。非常に薄い板です。ですね、信用改ざんの方も少なくて2800株の状態です。
1年の株価の動きは3月2日に3920円ですので、まあ、ここら辺の位置ですね。で、6月28日に4140円ですので、これが最高値になっております。まあ、スパッとここで吹いて、まあ、下がって、あと、まあ、ここでですね、まあ、昨日、今日で非常に大きな陽線引いている状態です。で、まあ、こちらの方ですね、ここが、本日の、1日のチャートなんですけれども、引け前に、まあ、ご覧になって分かる通り、急に買われて急騰している、まあ、こういったところから、まあ、今回の、発表に関しては、非常に数字の大きな増益である一方を、まあ、こういったインサイダー的な、買い、まあ、この点は注意が必要かと思われるところです。その他の IR としてはですね、グレステックの方が、前期の計上 1.18%一転して 18% 増益に上方修正し、配当も6円増額するという発表をしております。あと東京製鉄の方も、一転して、20% 増益に上方修正しております。レントラックの方が6月の月次の売上を発表していて、27.9% が、増えた、まあ、こういった発表がなされております。サンバイオの方はですね、あまり、話ではないんですけれども、今承認審査受けている開発品、これが今回の薬事審議会の議題に含まれていなかったということが発表されております。あとはラクオリア創薬ですね、韓国で、まあ、今開発している薬品ですけれども、韓国東京から、承認を受けたという発表ですね。あとはインタートレード、こちらがデジタル資産の生産処理システムに関する特許を、発表した、まあ、こういった発表がなされております。あとフィルカンパニー、ですね、フィル事業継承地域活性化プロジェクト、まあ、こういったものを設立する、まあ、この、プロジェクト自体は事業継承、あるいは M&A ブランドの企画、マーケティング支援、まあ、こういったことを行う子会社だという発表をしております。昨日の IR の結果を振り返ってみたいと思います。昨日ですね、まあ、これ IR のうちで、まあ、ここは期待されるということで、ご説明した5銘柄ですけれども、まずコンセプトテクノロジーについては、まあ、前日比、実際は下がってしまいました。 5.82% よりで買っていたら7820円で、引きでが6960円でしたので、まあ、よりで買ってしまうと 11% くらいの損失、まあ、途中です、損切りをしなかった場合 11% 損失になっていたというところです。次、ジャパンインベスト、アドバイザーですけれども、こちらは前日比としては 11.35% で上がっているんですが、よりで買った場合は、1405円で、引けが1452円でしたので、まあ、3.3% くらいの利益に収まっていたというところです。ですね、こちら海運3社については日本郵船、こちらは本日前日比でいうと 4% くらいの上げで、まあ、よりで買って引けで売っていたら、まあ、1.1% 損失になっていたというところです。あと川崎汽船の方は、本日非常に大きくて前日比 11.31% 上がっております。よりで買って引けで売った場合も、まあ、2.7% くらいの利益になっておりました。三井商船ですね、こちらの方は、前日比で 2.93% の上げで、まあ、よりで買って引けで売ると、まあ、残念ながら、2% 損失、まあ、こういった結果になっております。あと一号ホール、ホテルリート、投資法人については前日比で 0.44% の上昇ですけれども、まあ、よりで買って引けで売ると 0.1% くらいの、利益に収まっていた。あとオービックの方ですけれども、前日比だと 3.87%、
の利益ですけれども、寄り入りで買って、引けで売ると 1.4% の利益に収まっていた。あとスーパーツールの方はですね、株価下がっております。まあ、寄りで買って引けで売っても 1.1% ぐらいの、損失ですね。あとディスコの方が、前日比でいうと 1.92% 引けで買って寄りで買って引けで売ると 0.6% 利益で、永瀬ですけれども、まあ、これはいい、結果としてはイーブンですね。寄りで買って引けで売っても、まあ、0.5% ぐらい、まあ、こんな感じでになっております。他見ていただければよろしいかと思います。やはり昨日は、寄りで買って、引けで売ると、まあ、ほとんど全部ですね、ご説明したのはプラスだったんですけれども、本日は、5銘柄中、3銘柄はマイナスになってしまう、まあ、こういった結果になっております。本日のストップ高です。中ボテック、ジオコート、オーバル、このうちですね、オーバルについては、2日連続のストップ高となっております。これは数日前にお話したアントンパー、こちらの方が保有比率、株式は保有比率を 7.29 から 8.38、まあ、こういったこういった形で買い進めていることによって、まあ、買収の噂が飛んでいることによるものです。ストップ安は本日ありませんでした。次にデイトレスキャルピングを人気銘柄です。本日は先ほども申し上げた、昨日 IR が出た、川崎汽船について見てみたいと思います。川崎汽船の方は、まあ、昨日も申し上げましたけれども、日本郵船、それから三井商船とともに人気の、海運3銘柄と言われる、銘柄です。まあ、昨日、引け後に3社揃って情報修正を出しております。まあ、本日ですけれども、ダウが上げたということ、日経が、一方で、まあ、これプラスで終わりましたけれども、より自体はギャップダウンであったということ、それから川崎汽船は700円以上大幅なギャップアップでした。まあ、このために、急落も考えられるので、よりはちょっと判断できないということでもって、一旦は、見送りになったかと思います。で、まあ、よりの急落、やはりここで急落するんですけれども、まあ、ここから上げてきたところ、反発したところで、まあ、確かに上がってきたな、まあ、日経も、上がってきておりますし、まあ、ここで買いに入って、あとはまあここで利確、あるいはここで利確というのもありますし、まあ、ここで、利確というのもあったかと思います。ただ、まあ、取るのはもうここ一箇所だけで、あとはずっと買いでは見送りですし、もうあとそうですね、もう横横ですので、まあ、ほぼまあ10時くらいにもう抜けてたようなチャートかと思われます。ですね、新規上場スケジュールについて、あと来週ですね、3銘柄上場して8月の頭に2銘柄上場しますので、来週火曜まで、抽選申し込みであるところのクラシコムについてお話ししたいと思います。クラシコムですけども、これも何とかお話ししましたが、EC サイト、北欧の暮らしの道具店、まあ、こういったものを運営している会社です。まあ、主に北欧から、取り寄せた服飾雑貨品を販売しているところですけれども、設立は2006年ですね。想定株価は1420円。ですね、こちらが5年間の、業績なんですけれども、売上も順調に伸びていて、利益も順調に伸びております。まあ、こういった北欧の暮らしの雑貨ということですので、まあ、若干 IPO のテーマとしてはやや魅力に欠けるかな。あと気になるところは、もともとはこういった北欧の雑貨を扱っていた雑貨を扱っている会社なんですけれども、もう最近では北欧と関係のない商品に拡大しておりまして、現状では半分以上が、北欧と無関係な商品に、シフトしてしまっているということから、コアから外れてきているという点は気になるところかと思われます。次、決算スケジュールの狙いどころですね。1週間分、週明け7月25日ですので、
29日までお話ししたいと思います。もうこういった形で、本当の決算ラッシュに入ってまいります。まず週明け月曜25日ですけれども、13時に、プラント、そして13時15分にカイノス、このあたりが、場中の発表です。あと15時ですけれども、キャノンマーケティングジャパン、このあたりが、情報修正出るかもしれません。あと公営テクモとですね、インソースも、25日月曜日です。次26日火曜日ですけれども、場中の発表として SMK 帝国ホテルがあります。あとはトップコン、キャノン、オムロン、マキタ、カプコン、シマノ、そして日清製粉、富士通でゼネラル、日東電工、このあたりが26日の決算発表です。27日からはですね、一気に増えて、一つ一つはお話しできないので、まず全体としてはこれ、27日、この65銘柄があります。場中の発表だけでもこのくらいありますね。ここから主だったものだけを抽出しますと、場中発表としては徳山、それから日本取引所グループ、丸和、東京ガス、そして、ファナック、M3、中部電力、日立金属、サイバーエージェント、信越化学、そして、三菱自動車、スクリーンホールディングス、JCR ファーマ、東海旅客鉄道、小糸製作所、このあたりが大きなところです。次、28日になると、全部で45銘柄決算発表を予定しておりまして、場中の発表だけでもこれだけあります。これとこれですね、2枚目になりますけれども、この中から主だったものだけを抜き出しても結構数がありますね。場中だけでもってヒューリック、 NEC、 ネッツアイ、メイテック、東京ガス、日本ゼオン、明治海運、そして三菱電機、積水化学、相鉄ホールディングス、東海理化電機、まあこういったあたり、あと引け後になりますけれども、日立物流、日立建機、日本電機があります。まあこの中でですね、昨日もお話しいたしましたけれども、電通国際情報サービス、こちらは進捗率から見て、情報修正が出る確率があるかと思われます。あとですね、日化工科学、こちらも、内容的に情報修正が出てもいいかと思うんですが、前回情報修正が出ておりませんので、今回出る可能性があるかと思っております。あとはコニカ、静岡銀行、アドバンテスト、野村不動産、富士電機、安立、村田製作所、ルネサス、東方チタニウム、日野自動車もありますね。そして野村、総研、武田製薬、マネックス、デクセリアル、三井住友トラストホールディングス、オリエンタルランド、キーエンス、日産自動車。29日金曜日になるとですね、さらに増えて426銘柄になります。全体示すページでも、5ページになりますけれども、場中の発表だけでもこの列4列のほぼ終わりくらいまで場中の発表になっております。これが2枚目ですね。そしてこれが3枚目、これが4枚目、5枚目、この中からですね、主だったところだけを引っ張ってくると、デンソー、トヨタ自動織機、それから商船三井、これはもうすでに、情報修正出てしまいましたけれども、清水建設、リクシル、第一三共、アイシン、四国電機、大塚ホールディングス、トヨタ紡績、総合警備保障、ヤクルト、
関西電機、栗田工業、SCSK、トト、それから、日立製作所、日本三素、アルプスアルパイン、新日本化学、インフォマート、そして日本電気ガラスは、これは進捗から見ると、情報修正が出る可能性があると思われます。そして小松製作所、セイコーエプソンですね。あと滝化学の方も進捗から見ると、情報修正出る可能性があると思われます。あと SRE ホールディングス、スタンレー電機、新興電機工業、大和証券グループ、東方電力、日本製鋼、ローム、ポーラオルビス、日本 M&A、 そしてモノタロ、東日本旅客鉄道、日本タバコ、F ピコ、ソニーグループ、ZOZO、味の素、メディパル、九州電力、KDDI、SG ホールディングス、みずほフィナンシャルグループ、そして、三井住友フィナンシャルグループもここですね。新生銀行もあります。中国電力、日本ガラス、そしてリソナホールディングス、ナブテスコ、トヨタ通商、ミスミ、電源開発、日本特殊陶業、それから東京電力ホールディングス、パナソニック、オーセー、京成電鉄、富士通、マツダ、東洋水産、まあ、大きなところだけ見てもこれだけ、発表が29日は予定されている状態です。以上、週明けに向けた株式情報についてお話しさせていただきました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。